ございます。おはようございます。朝からスタイル出してます。これはモテるでしょ。朝からこのシェーカーでカクテルお願いします。モスコミュールがいいですか。今日は美味しいですよ。どうでしょう。俺一生懸命今さ、かっこつけると猫映してるし。というわけで朝からね、僕の朝ごはん紹介いつもするんだけど、クリアホエイプロテインブルーベリー味。ネイチャー缶なんですけど、これいつもさ紹介してみんなして買ってくれとる人もいっぱいいるんですけど、これをね朝ごはん抜きで僕はこれだけを、水なのにめっちゃうまいんだよな。それがこちらのネイチャー缶そのポイントですね。そう、それと水でできる。普通牛乳じゃん、はい、牛乳ってなんで嫌だかっていうとカロリー高いし乳製品だから肌荒れるし、あんまり取りたくないんですよ。今糖分とか油乳製品抜いてるので頑張って。あ、そういうここんとこ2キロ上がっちゃったんだけど、2週間で2キロまた戻して普通に戻り、今日でやっと戻りました。クリアプロテインベリアジ、これね嵐56で 10% 引きになるっていうことで、はい、僕もそれ使ってますので嵐56です。そんな感じで練習いきますか。ウィーイエーイエーイイーウィーイウィーウーう怖いじゃん。怖いね。バイバイ。おはようございます。おはようございます。さあ、というわけで本日はですね、台風10号はもうどっか行ったんですよね。消えました。はい。だけど新しい台風なんかない？ある11号あるけど、ちょっとあれはどう、進路がね今のところまでわかんない。まあ今からねやっていくんですけど、さっきねインスタ見てたらオーストラリアのさ、超が100個ぐらいつくレジェンドの大きいってわかります？わかりますよ。大きいの試合出てたじゃないですか。はい、僕も大きいグラムっていうね、オーストラリアのビラボンの主催している試合3、4回出たんですけど、そのオッキーがまだまだ元気かっていうやつが出てて、バッカーのスナッパーで乗ってたんですけど、はい、それ見てちょっとね、今100回ぐらい見て勉強したんですけど、すごすぎた。はあ、何歳なんやろ。50は当たり前やけど、60超えとんかな。いや、そんなに行ってないでしょ。いや、多分行っとんじゃない。行ってないと思うけど。ちょっとね、勉強したんですけど、いいですか、膝の絞り込み、はい、ちょっとね、大人のレベルでしたね。いや、じゃあもういなかなかいい線いっとるってことじゃないですか。結構オッキーさんも頑張ってるとかは言わん方がいいですよね。まあそれはちょっと言おうかなと思ったけどやめといてます。やばいことになりそう。信者っていうかファンいっぱいいますからね、オッキーさん。今のは、まあ、自分でカットするんでただなんですけど。いや、あれ僕が参考にしとるっていう意味にも取れるからね。はい、そうですね、はい、こういう風にマジであれ、こうやってただ膝入れとるだけじゃなくて、本当にねこの胸がひたすらこういう風に前、はい、前でこういう感じで、腕はこういう感じ、超リラックスしてる感じ、こんなんじゃないんですよね、はいはい、日本人ってこういうの多い、はい、だけど本当にオッキーさんこういう風にパーっていってボトムに入って、自分とかやったらボトム入ったらもう力力みすぎて、この手とかもねうってこう力入ってしまって、この状態でこうなんていうの、見るからにこう硬いんですよね、自分このからここがね、はい、だけどオッキーさんのやつ見てたら本当なんていうの、ふわふわみたいな、雲の上に乗っとるんちゃうかってぐらいのこの緩さでうわーっていって、しかもこっからまあ このね、こっち側背中側の腕の引っ張り、これ動画見た方が早いんですけど、この引っ張りでもう一気にこのへそもこっちに曲がっとるから、さらにこのなんていうの、後ろ足の膝が入り込むんですよ。さらに絞り込まれるから、これのおかげでね、でしかもここでなんかやっぱね、体幹とかは今までそのレベルってまずすごいから、その僕が理解できる範囲じゃないんやけど、ほんと体幹がすごいのが、こっから行った時に自分こう行ったらこういう風にね、ちょっと体の軸がこういう風に曲がってしまったり、こういう風になってしまうんですけど、なんかターンするときにね、こういう感じで、だけど見たらめっちゃ運気になったんやけど、こう来たらもうこのままこの体の軸はこんなずらさずに、このまんまわーっていって、このまんまでこういう風にこのね、なんていうの、この板はまたてなのに自分はこういう風に回ってる感じ、めちゃめちゃ勉強になりましたね。こう体はいちいちこういう風に やったりしない。バックサイドターンあるあるだけど、こう真下向くじゃないですか、はい、
こういうターンもあるんやけど、そのオッキーさんはね、そのワンターン目やからその次につなげるターン、これ大事なポイントだけど、次につなげるバックサイドターンで大事なとこが、わーっていったら自分、ま、あの一発目はこの真下を抜きすぎないっていうとこ勉強になりましたね。わーっていって絞り込んで体の軸はちゃんとして、ここで板を股手に上げたら、この頭は目線は真下にやらずに、自分が次行くボトムら辺を見てあげるんですよ。そうすることによって、この体のひねりというか、このゴムみたいな引っ張り、この引っ張りがあるから、この迫力がスパーンとこういう風に行くんですよね。だから何が言いたいかっていうと、このまさにこの絞り込み、胸がへそがほんとまっすぐ向いてるから、このまま上体行ってわーって言って、この流れに任せるだけ、わーって言ってこんばんこんばん、こういう感じで、いやかなりね、それ見てちょっと今衝撃的でしたね。何歳なんかちょっと明確ではないんですけど、50、60は言ってると思うんですけど、しかも体こんなでかいのに、まあね、まあね、わーっとこう、なんていうの、背中をこう反りすぎず曲げすぎず、反りすぎるとさ、姿勢はいいけどマットバンディングみたいにこうなんていうの、姿勢よ、良すぎるなってなるじゃないですか、はい、だけどなんかリラックスしてる人って猫背ではないけど、はい、まあなんていうの、こういう感じでさ、はい、スタイル出てるじゃないですか、堀米みたいな感じで、堀米さんみたいにね、もうああいうのが憧れるけど、まあなかなかむずいけど、ちょっと今日はバックサイドでその2ターン目につながる縦リップをちょっと練習していきたいと思います。はい、行きます。今日もね、3.0 スタブブラックチップ、これめちゃめちゃ気に入ってますね。これね、ザリッパのブラックチップもあるんですけど、それは紫さんも売ってますけどね。やっと乗るか、あとこれレフト言ってた、レフト大きいレフトは全然何もできない。行くか、あー行けねえ、あー行けない、おっとレフトワンターン、大きいターン、大きいターン、ちょっとね張ってこない、行きます、ライトスピードワンターン入れて、あ何張ってこない、わおグルリンパ、あー行けない、と行くぞ、レフト大きいバックサイド、あ行くぞ、バックサイド大きいターン意識してるのか、胸の向きにね見てみましょう、あでも良かったんじゃないですか今、お行くぞ、あ行けない、本当この波難しいな、行くぞ、あ行けない、長谷川壮太選手とね、また今一緒にね、こうやってますね、行くぞ、大きいターン、あーワンターンしか入れれない、おっとワンターン入れてレフト方面、わー入らない、おっと長谷川壮太選手ワンターン、ちょっと波上がってきたぞこれ、ツーターン、もう一発、もう、もう一発いく、よかったんじゃないですか、いくぞ、ワンターン入れてツーターン、おっといいんじゃないですか、スリーターン入った、あーっともったいなー、最後ねこけなかったらめっちゃ良かったなー、おーっと女子サーファー誰だろう、ちょっとわかんないなー、これ遠いから乗るとわかるんですけどね、プロサーファーかな、喋っとるとこ見ると多分選手でしょうね、ソータ選手上がってきました、行ったぞ、あこれもレフトだ、おああ人いた、危ねえ、お互いからガッツンコになるとこでしたね、行くか、あこれもレフト、大きいレフト、わーっとワンターン入れてツーターン入る、待ってヒットする、これで上がってくるかな、
後半ねちょっと波ね良くなりました。前半どうなることかと思いましたね。全く乗れなかったな。はい、というわけでね、今から午後接種やっていきたいんですけど、朝のコンディションよりは良さそうで、なんか最初はこっち見とったんやけど、なんかふとね左見たらこっちからまさかのね、まさかのまさかの隠れピークがあって誰もいないんで、そこ目指してやっていこうかなと思います。でね、ちょっと午後はですね、でね、この波に対してのライディングでいいし、ほとんど感覚で本当でいいので、この波の対しての点数やったり、ほとんど感覚でいいので、ちょっと一本一本点数つけてほしいなと思うんですけど、まあ、ほとんどジャッジでもなんでもないんですけど、カメラマンとしてね、あの色の差を見てる面でちょっと点数お願いします。はい、まあだから僕の意見っていうことね、はい、そうじゃないとかそういう意見は絶対入れませんからね。ノーカットじゃなくていいから一本一本撮ってもらって、はい、で20分やるから一回上がってくるわ、はい、なんか点数とか自分のライディングチェックしてとか、そういう練習、試合に向けた練習を午後はやっていきたいなと思います。まあ、それは何セットかやってろうかなっていう午後のセッション考えてるんですけど、どうですかね。いや、いいんじゃないですか。意識してやらんと、浮いとるだけだともう絶対ダメ。あと波がいい悪いも言わない、はい、試合でこの波で何5点出すっていう練習ね、はい、波がいいとか悪いとかじゃなくて、このコンディションで20分やったら、うん、どうやろな、 JPSAあと何点と何点あればいけます。いや、5点2つあったらとりあえず勝てるよ。そうですね、まあ波数も少なそうなんで。そうなんですよ、4点5点出せたらとりあえずラウンド1は勝てますからね、はい、だからそういう感じで順番に6点は順番、4点出せん人が6点出せませんからね。そうですね、そんな感じでほとんど感覚でのジャッジということで今日もやっていきたいと思います。はい、行きましょう。始まるかな。手上げたらね、20分測ります。あ、手上げました。20分スタート。20分測ってきます。20分でどんだけ乗れるのか。もう本当にね、試合だとね7分ぐらいはいつも1本も乗らないですから。でもこれで乗るんだよね。こういうリズムで試合で乗れたらね全然大丈夫だと思うんですけど、ワンターン入れて、まあ、今のはねヒットもちょっと弱いし 2.8 ぐらいですかね。もっとバカーンといけばね、一発でも4点出ますけど。おー、どんどん行くじゃん。いいんじゃないですか。ファーストとヒット、あー、これはねもう 1.2 これこけましたからね。もっと3本目このスピードで行ったら絶対いいよな。あー、これもダメだね。これも 1.8 行くか。いけない。ああいうのもね、しっかりいける波をね見ないと。まあこれは練習ですから行けばいいんですけど、これで行きますね。行った。ワンタン大きく入れて、あ、これもダメだ。今これでね6分半経過、あ、行きました。これいい波じゃないですか。ワンタン入れて、ちょっと弱いかな、ヒットが。つなげつなげ、大きいヒットをとにかく入れる。ここもこらえる。前に出れない。これも 2.8 ぐらいかなと。行きましたよ、レフト。あー、まず、わー、これもダメだな。ちょんとやっただけなのにね、やっぱり2点台いかないな。 1.7 これも行くか。バンと大きいの行けばね、こうワンタン入れて、あー、ダメだこれも。はい、終わりました。20分ね。あ、今ね1回20分以上練習してきましたけども、もう映像見返す必要もないぐらいのショボ終わってましたね。やる前に言ったけど、悪い波でどんだけ4点が出せるかが鍵。もうどこで乗るかなって本当に家で考えてて、で今日みたいな本当風波みたいな難しい波はもう乗ってみんと分からないんだけど、でそれを思ってね、結構いろんな波に手出してやってみたんやけど、もうどれも一発で終わる波で、波選びがしょぼすぎて下手すぎましたね。まあでも前半ポンポコ乗ったのはね、いつもよりはリズム良くてさ、まあ、それはああいうリズムの練習だからいいじゃないですか。まあそれはいい練習として、まあちょっともう一回ね20分間やりたいんやけど、もうなんかしょぼすぎて、ちょっと手前でもね、張ってきたの2発入れば4点いきますから、はい、軽いとこで当てると3点いかないんだよね、はい、まあ、だからその辺も考えながら、ちょっとまず一発目はもうしょぼすぎて見返すまでもないぐらいだったんですけど、もう一回ね、こういう
まあ、練習なんでどんだけ食っても大丈夫なんで、そうでしょ、悪いとこをいいところに変えていきたいなということでやっていきます。いや、目標変えましょう。この悪い波でとにかく4点出す、はい、そんな感じで5点とか言わずにね、はい、もうそこからいきましょう。いきます。はい、よし、座ったぞ。手上げるかな。はい、オッケー、手上げましたね。スタートいきます。おっと、行ってレフト方面、これまっすぐ降りてね、張ってくるの待つ。ワンターン入れてツーターン入って前に出る。うわー、これもちょっと厳しいな。3点いかないな。思いっきり勝ちたいとかそういうんじゃなかったですけど、あ、行きます。ワンターン、これで張ってこいよ。今のターン一番良かったかな。これでもうこれでなんとか。おっと、行くぞ。おっと、ライト方面。おい、ワンターン、今の良かったよ。もう一発入れよ。今の 3.8 ぐらいいったんじゃないですか。どういきます。ちょっと引き気味で見てみましょうか。分かりやすいのにね、点数が。あんまりアップにしちゃうと波が見えない。まあ今のはダメ。パドルしとるぞ。これワンターン入れて、粘れ粘れ粘れ粘ってね、一発でもいいと3点台出れば 3.9 あるのでどうにかなる可能性がある。おっと、いいぞ。もう一発、あっち前に出ろ。よし、これでいいんすよ。これでこれで 3.5 ぐらい出ますからね。そうするとバックアップあるので、これでちょっとさっきよりはだいぶいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで2ラウンド目やってきたんですけど、まあ今回はなんとかね、波見つけてポジションも変えてでインサイド行ってみたり、逆にもうほんと堤防のめちゃめちゃカレントある前若干割れてたんで、それ見つけて行ってみたりしたらね、結構なんていうの、ワンターンでもできる波見つけれたんで、今回はなんていうの、良かったと思います。テンポ的にも良かったし、まあ、乗る波もあんまり間違えてはなかったと思います。どうでしょう。さっきよりは全然良くてね、まあ、僕のジャッジでギリ4点 3.9 か4点と 3.5 ぐらいあって、さっきよりはまだギリ試合になってんじゃないですかと思う。あの一発がね良かった、あれがもう一発入るか粘ってもう一発でも入ると 4.5 ぐらい出たと思うんですよね、はい、でもあの一発良かったですよ。ちょっとあれ粘りというかね、粘るかなと思ったんですけど、どう見てもねもう終わってたんで、これ以上いったら逆になんていうの、時間ロスかなと思ってねやめたんですけど、はい、で最後の方もあれも粘って手前で2発入ってるから、あれもね 3.5 ぐらいいったと思うから、ああいうのは大きいと思うんですよ。まあ、最後の波はね、まあ、自分の課題的に4点超えるにはやっぱりファーストターン、あれちょっとね波早いと思って、まあ、流したっていうか抜けてしまったんですよ。あれ意外と波全然速くなくてすぐに終わってしまったんで、あっこもっと待ってね、スパーンといったらまあ6点の5点とか出るライディングっていうかできる波やったんで、あれはちょっとねワンターン目の技ミスですね。まあそうですね、やっぱファーストターンから攻めていかんとね、はい、それとしっかりつないでインサイド2発は大きいですから、最初に1発入っておればインサイド2発でね余裕で4点超えると思うので、はい、最初と最後をきっちりやったらいいんじゃないでしょうか。まあいい練習はできたんじゃないですか、はい、めちゃめちゃいい練習でしたね。こんにちは。今日はねバイクできました。オトンウェブバイク SRカスタムめちゃめちゃかっこいいですよ。 G カスタムペイントさんでね作ってもらってね、鬼のようにこうすげえ風、台風終わったかと思ったらねめちゃめちゃ風吹いてね、台風終わったっていうのに風すごいですよ。これねセカンドタイプショットで買ったんですけど、新しいとあまりにも嬉しいのでこれでバイク乗ってきましょう。いいと、さすがにねこの今日はちょっと暑いので、昨日まで涼しかったけどこれで歩いとるとまずいのでね、バイク乗ってこんな感じでね、まあ、メガネ、これオゾンアイウェアでね、透明なんですけど調光で光で変わるんですよ、暗くなったりいろいろ、これめっちゃいいです。